マコノ TV。 はい、お疲れ様です。お疲れ様です。久しぶりに、相方直人くんが登場ですけどもね、今日はですね、彼が、この間ディズニーランドに行って、私が、USJ 大阪の方に行ってきたというところで、プレゼント交換をしたいと思います。そうなんです。いやー、今日はね、ほんとディズニーのプレゼントがいいか、大阪 USJ のねプレゼントがいいかっていうところの今日対決ですけど、皆さんね、どっちのプレゼントがいいかなっていうところで、ね、ちょっと選んでいただけたら、一緒に見てもらえたらね、うん、いいからね、どっちがセンスがあるのかなとかですね、見てもらえたらないいかなというふうに思いますので、最後までお付き合いください。よろしくお願いします。はい、それでは、早速ですが、まずは、千葉、ディズニーランドね。そうですね、行かれてディズニーに行ってきましたので、ね、なんかプレゼントをね欲しいということだったのでちょっと買ってきたんですけれども、はい、はい、そうですね、まあ、中身開けてから、お楽しみかなというところですけど、うんうん、どんなの開くんだろう。多分今一番欲しいものだと思うので、ぜひ使っていただければなと。これが今一番欲しいのこれなんですけど、ね、思いますね。これなんです。はい、一番欲しいのこれ。さあ、というところで、まずやっぱりディズニーランドがかわいいね。えこの袋だけでもなんか嬉しいよね。うん、いい。それだけでいいですね。これだけでもテンション上がりますね。もういろんなミッキーの顔、かわいい。かわいいでしょ。あ、ほんといいね。ディズニーストアって書いてあるとここまたたまらない。そうそう。あ、いいですか。いいですよ。あ、すいません、ってください。ありがとうございます。見てください。俺ディズニーのプレゼントもらうの多分初めてだから、はい、人からディズニー行ったことないからね。うち嫁さんは行ったんだけど。あ、ディズニーないんですか。ないです。嫁は行ったけど、俺並ぶの嫌いだから行かないって言って。あー、はい、確かに並びすごかったんですよ、ディズニー。そうなんですよ、うん、やばいっすよね。2時間とか2時間長いのは2時間ぐらい、うん、無理で。一番今新しくできたソアリンっていう新しいアトラクション、少し高いところからなんかいろんなところを見るみたいなのがすごく人気なんですけど、最大で3時間。絶対いや、180円。しません。はい、行きません。ディズニーのアプリがあるんですけど、そのアプリを見ながら時間を確認しながら、はいはいはい、今行く、あ、今我慢かなとかっていうのを見ながらちょっとやる感じでした。いやですね、本当にお近くの方フリーパス持ってから行った方がいいですね。年パスでね。あ、そういうのはね、もう3時間なんか遠方から行っていい。そう、あの時間帯を予約してお金さえ払えば、金、あ、金持ってますもんね。あの、まあ、できるので収益が結構上がってるみたいな、ね、あの今回お金使わずやらせてもらいました。おお、すごい。ちゃんと習いましたよ。うわ、すごい。それなんでお金使わなかったんですか。もうお金がないから。ある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 。ないんです。なんてこったないからで。でもその並んでる時もやっぱりそのなんか話もしたりとか、うん、あのそっちで並んでないと見れない景色みたいなのもあったりして。あ、なるほどですね。なのですごく良かったですよ。わー、いいっすね。ねえ、楽しい。これをちょっと受け取っていただきたくてですね。じゃあ早速皆さん一緒に、見ていきたいと思います。え、聞こえます。音わかります。大体雨ですよこれ。雨、この音は雨だと思う。誠さんが一番欲しいのこれって言った、うん、お金、お金の音じゃないですもんね。いや、お金ですね。あ、お金がみんないいですよね、うん、あ、ちょっとじゃあ早速見ていきたいと思います。お、触りました、触りました。あ、来ました、来ました。ちょっと待ってください。ディズニーですよ、ディズニー。皆さん見てください。ディズニーミッキーマウスですよ。いいですね。音聞こえますよ、音聞こえますね。音聞こえます。ディズニーのディズニーだけ多分ですから。ディズニーストアですよ。そうそう、ディズニーストアですよ、うん、聞こえますね、音、うん、はい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 。ディズニーストアで、なんか何ですかそれ。なんて読む、なんて読むんですか。
ディズニー本舗？違いますね。これ皆さん何て読むか分かります？ディズニー本舗。これなんて。ディズニーって書いてあるの？ちょっとだけ。漢字でディズニーって書くとそうなる。あ、うん。ちょっと待って。ちょっと聞きますけど、もしかしたら中国のディズニーに行かれたんですか？ニハオ？ニハオ。ニハオ。上海ですね。上海ディズニー。一応言うとディズニーの、ディズニーの、お土産です、これね、うん。ディズニーランドにね、斉藤さんに書いてる。確かに直人さんに書いてる、はい。ね。で、お土産ね、これね。中国で書いてあるらしいんですけど、見てください、皆さん。どこにあります？ディズニーって。千葉ですよね。東京、日本橋って書いてあります。どういうこっちゃね。あー、もう思わず投げてしまいました。すいません。どういうこっちゃね。今見ました？あの、買ってきたもの投げてるんですよ。本当にどう思いますか？本当。いや、これみんな投げますよね。絶対投げる。これは投げる。いや、ディズニーは東京の日本橋にあるんですよ。ディズニーストア。なわけねえだろ。いや、ディズニーは千葉にあるかもしれないです。でもディズニーストアは、うん、ほら他にもあるので、ディズニーだけじゃなくて。あるわけねえわな。まあまあ、じゃあまあちょっと開けてみてくださいよ、本当。もうこれはね、これのフェイントでこの袋を使ってるだけで。実はね、中はね、かわいいミッキーマウスのカンカンっていうね、可能性もあるので。じゃーん！見てください。いや、いいのよ。いいのよ。俺のね、のど飴紹介した再生数、1300回ぐらい言ってるから。よっしゃ！これ紹介しますよ、次、うん。だってほら。東京。え、だって、一番、イケイケノリノリで、やっぱやってたやつ。これですよ。のど飴。そうですね。うん。ただ、これが、ディズニーですか？ディズニーです。めちゃめちゃ高級なんだ。いやー、ちょっと開けてほしい。いや、もう、ぜひ今、開けさせていただきますね。はい、え、ちなみにこのね、なんて読むんだこれ。これなんて読むと、本当に。ディズニーです。違いますね。栄太郎。栄太郎って読むんだ、これ。栄太郎って言うんだ。栄太郎本舗。熊本の栄太郎さん。栄太郎コンフェクションというところでね。蓋を左に、回して開けるって書いてありますけど、私の力じゃ開かないので、ほら、野球部開けて。いや、あの、開けたものなんで開けてください。いや、ちょっと開かないね、本当に。いやもう動画続きますよ、開けるまで。硬いよこれ、うんうん、押すやつ違うよね。開け方、コイン状のもの、コイン、もうこんなにめんどくさいの、ちょっと、はい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 、今見ましたね、あの、もらったものを投げる、下にも開かないんだよ、コイン状のものを使わないと開かないんだよ、これこんなんですよ、これディズニーだったよ、これが。え、八王子工場、東京やね、千葉でもないね、これ日本橋って、日本橋って中央っすかね。しかもちょっと言っていい、もうのど飴欲しいシーズン終わりだからね。ね、もう今3月で、今花粉症でしょ。まあまあまあ、ね、はいはい、のど飴欲しいシーズン。でも待ってください、うん、これも、うん、カモフラージュですか。そうね、そう、この中がもしかしたらね、あのディズニーのね、キャラメルとかね、そういうのを入れてくれてる可能性もあるけど、ちょっと、開きましたよ。それじゃあ皆さん、待って、みんなさん、こうやって開けないと開かない、すごいね、うん、なかなかないよ、うん、もう現代でこういう飴ないよ、むしろいつの時代の飴か分かんないけど、じゃじゃーん、どうですか。俺も中身知らないんですよ。やばくね、これ。どうした、どんな中身？輝いてるよ、輝いてるよ、ほんとすげえ、めっちゃ輝いてるよ、この飴。ちょっと食べてみますよ。ちょっとテンション上がったでしょ。うん、うまい。あ、おいしい。うん、あのね、こののど飴、あの、のど飴らしくなくて、黄金糖あるでしょ、はあはあ、黄金糖とこのど飴をミックスさせたような感じで、あの、子供でもなんか舐めれそうな。食べやすいで、
構なんか喉飴っていうのはなんかスースーするじゃん、あの感じが全くなくて、なんか普通の飴を舐めてる感じでとてもいいです。本当に、もう僕も栄太郎ののだめ今度また買いに行ってもらいます彼に、はい、いや、ちなみに、うん、飴専門店なんですか。飴専門の本当に美味しいよ、食べやすい、食べてみる一回。あ、食べてないんで。マジで食べてみて、普通にうまい。いただきます。すごい。多分黄金糖となんかのだめがちょっとミックスされた感じで、うん、のど飴っぽくないっすね。明日これで CM 作ります。明日これで CM 作ります。いけそう、うん、これは本当にみんなにおすすめしたい。これ本当にこうのど飴のあのスースーとか、あの、うわ、嫌だなっていう感じがあるけど、全然その感じが全くない、あの食べやすいのど飴で、ちょっと声のトーン変わってるっすね。はい、もう東京にいる方、うんうん、あ、これハニーミントって書いてあるもんね。東京あっちの方でね、あるとでしょ。あります、日本橋か、はい、ね、その辺の人しか買えないんですよ。 だと思いますね。だなので、ぜひ皆さんね、栄太郎さんのですね、のど飴、お近くの方はです、ね、買ってみてください。本当にうまい、高いだけありますよ。そうですね、うん、これちなみに羽田空港ですなんてこった、うん、羽田空港に飴専門出してありました。本当にあのその辺で売ってあるもんじゃないですよ。ちゃんとお店でバンって出てたところの中に、はあ、いろんなとこが出てて、これしかないだろう。ああ、なるほどね。ディズニーストアなどなどなんかパッとするのなくて、うん、いや面白くないな、あ、なるほどね、羽田って。でもだからそこの羽田で面白くなければ、うん、もうオンラインのディズニーストアでなんか別のものを買ってこようかなってぐらいで本当思ってたら、ノーサンビじゃん、これはこれでしょ。面白いし、あの美味しかった、うん、これね、美味しいでしょ。しい、普通になんかのど飴感が全くないのよね。いや、これはいい、本当におすすめ。あの、のど飴が苦手な人にはおすすめの飴ですね。あのすごく YouTube の撮影で喋られるので、あのこれを舐めて、あのどんどん、特に一人でのね、画角かなり最近撮られてると思うので、もうどんどん喋ってもらって、滑舌も良くしてもらって、いっぱい喋ってもらいたいと思います、ありがとうございます、じゃあね、東京ディズニーランドのお土産は、羽田空港で買ったのど飴でした。イエーイ。じゃあね、続きはね、また、次回、明日かな、またそうです、ね、流しますので、後編に続くという感じ、後編でいきましょうかね、は、私が、大阪 USJ でですね、買ったお土産を、直人さんの方に、ね、期待したいですね。 USJ のお土産です、ぜひ皆さん明日も必ず見てください。お願いします。バイバイ。